か、そうですよね。表現がしてないっていうか、あれですね、なんか、なんだろうな、ケンちゃんないよみたいな感覚が日本人曖昧ですよね。なんか大丈夫じゃないのに大丈夫、なんていうかな、なんかありますね。正直言ってって言っても、そういうことが正直かどうかみたいな。でも韓国人の場合は、もし今私とミヌちゃんが今日喧嘩したと書いても、もう何日か連絡しない、謝っても。もう手が出ない。その後にも私の心がちょっと落ち着いて、そういう感じで仲良くする。でもっとそれが仲深くなるんですよ。はい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 。日本はずっとこのまんまって感じ。なるほど。あ、そっか、そういうとこ違うね。あれはなんかこう、韓国の人はこれ違ったら違うって言ってる、はい、例えばこう久しぶりに電話とかするじゃないですか、はい、そうするとご飯食べたってよく聞きませんか。はい、そうですね、挨拶代わり。それはね。